はようございます。釣り子 TV です。いよいよこのフックが釣り具屋さんに並んでましたよ。あの最強のトーナメンター小森嗣彦プロが監修したですね、その名も LO フック、このオフセットの小型なライトリグ用の針、待ちに待っていたんですよね。フィッシングショーでもね、小森プロにいろいろとどんな感じのコンセプトなのかお伺いすることはできたんですけども、製品版っていうことで、でね、サイズもいろいろと小さなルアーからあの小森プロのマネーベイト、レッグワーム専用みたいなね、番手、それにね少し大きめなルアーまでね、ライトリグにしては使いやすいよっていうサイズが揃っているっていうことで、まずですね、これ1番2番3番4番6番ね、こんな感じでいろいろなねサイズがね店頭に並んでいたんで、とりあえずね全部買いですね、全サイズ買ってきてみました。まあ中でも注目なのはまあこの3番なのかなっていうことで、ゲイリー山本のねレッグワームオリジナルサイズにぴったりなんじゃないかっていうね、このあたりも、しっかりと買うことができたんで、そのね針の形とねバランスなんかとかも含めて動画で見ていきたいと思います。じゃあね、まず3番1個開けてみようかな。このね、なんだろう、パッケージがね小森プロのイメージカラーの紫なんだけど、ちょっと青みがかってますね。はい、出してみました。こんな感じ、いろいろとね気になるところあるんですけど、まずね細軸で最近流行りのフッ素加工コートしてるよっていうことで、まあ刺さりがスパーンってね決まるんじゃないかな。主にねこれからの寒い時期ディープでねダウンショットリグをやって、なんとか真冬の一匹をねゲットしたいとか、そういう時にまず持って使ってみたいなーなんて思ったんですけども、一番の特徴はこの I の先端に溝が掘られているね。もちろんね糸を傷つけないような微妙なね、よーく見ると見えるような溝なんですけども、この溝に結んだラインをしっかりとホールドすることによって姿勢ですね、これを一番ベストな状態に保つことによって、繊細なライトリグね、ちょっとしたその結び目のズレとかによってくる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 とかね、なんかこう糸よれ発生の原因になったりとか、いろいろなねネガティブな要素が起こるかもしれないっていう、もうやっぱこういうところまでね、こうもうこだわって釣りしてんだなってのはね、ほんとねびっくりなんですけども、とにかくこの真ん中に設けた溝に結び目をキープすることによって一番理想とする姿勢をキープして、それによってなんだろう、手返しを多くする、その一投を無駄にしないっていう感じですかね。真冬の釣りなんかでそういうちょっと些細なズレとかでね一投とかを無駄にするとね、すごいねやっぱねロスしちゃう場合がありますからね。まあ自分なんかも一回投げてそれで回収までね、普段のあの夏場とかハイシーズンの釣りよりこう投げ目の時間ねずっとねそこでシェイクしたりとかする場合とかがあって、そんな時にあれこれワームの姿勢崩れちゃってた、今の糸無駄になったななんてのは嫌だし、逆にあの夏場のハイテンポにですね細かくいっぱい打ち返していって、できるだけねこうテンポよく釣りを進めていく時とかも、そのなんだろう、テンポが崩れる要因になったりするかもしれないので、そういうちょっとしたね本当ライトリグの繊細なところなんだけど、そんなところも一頭一頭無駄にしないようにっていうことで、こういった溝が設けられているっていうことなんですね。じゃあね早速レッグワームね、こんな感じで準備してありますので、改めましてちょっとリグってみてね、そのどんな感じか見ていきたいと思いますけど、まあこれレッグワームのストロベリークリームカラーと、まあねよくねライトリグで使う3ポンドラインですね。これで早速改めてダウンショットリグね、リグっていきたいかななんて思いますけども、は
い、じゃあね、早速リグっていきたいと思います。これからね、寒い時期に多く使うようになるリグですけども、基本的にダウンショットの時は自分はユニノットで3回くるくるして、で、これちょっとね、ペロッと舐めて滑りをよくして、で、結んで、まあまあ、あ、キューと、まあ、ちゃんとここの最初の締め込みでやってずれないようにして、で、藍の上から下に、重りね、下につけるから、藍の上から下にこう糸を通して、はい、これでね、下に糸があって、で、板の下の方にコブ作って、コブを作って、そこにダウンショットシンカーを、はい、完成。これでね、針先が上を向いたよってことで、で、早速これにじゃあ3番ね、痛い、フッ素加工だからね、ちょっと触っただけでね、スパーンってね、刺さりますね。はい、レッグワーム、これいい色味でしょ。これね、ゲイリー山本のイベント限定カラーのストロベリークリームっていうカラーなんですけど、こうツートンになっていて、で、あのね、バサオールスタークラシックとかね、そういったイベント会場で買えるカラーっていうことで、あ、この色いいなーなんていう人ですね。バサオールスタークラシックって感じですけども、ほんでじゃあね、早速3番ね、つけてみますね。水晶フックサイズ、ちょんと真ん中から出して、フルリンパして、マリスの傘スイッチを見て、センターからスパッと、はーい、こんな感じのバランス感ね、できたー。はい、こんな感じでリグってみましたけども、こうスルスルって最初の締め込みの時にね、藍のところにある溝のところに糸がスパーンと入って、で、バランス感的にはこんな感じね。3番つけてますよ。なんかね、印象より結構小さい、針の方が小さいのかな。もうちょっと後ろにセットバックしてもらいたいな、なんていう時はこの1番サイズとかね、この2番サイズっていうのもありますので、ほんとね、ライトリグのね、繊細な話ですけどね、結構ね、冬場だからってこう針を小さく小さくしていく、マス針にしていくっていう以外にもですね、この大きな針にすることによって、この針先が出てる位置をちょっと後ろ側にセットバックすることによって、なんかあのテールだけちぎられたみたいなバイトとかって真冬とかあるじゃないですか。そんなのも、取りに行きたいな、なんていう時はこの水晶フックサイズ以外にも、自分なんか結構この2番1番サイズなんかも使っていくようになるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、一番ね、水晶のね、こもりプロのバランスでいくとこんな感じがいいみたいですよ。で、まあ重りはね、これ 2.7g とかね、そういったちょっとね、1.8 とかじゃなくて少し重めの 2.7 とかを使うね、ここら辺にも肝があるっていうことで、これね、実際にあのこれから、そうですね、ターンオーバーとか抜けて、まあ秋の荒食いが終わって、あれ、魚のバイト減ってきたな、なんていうね、ちょっと冬、12月の中盤から1月の後半ぐらいまでの釣りね、このバタ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 って 2.7g で結構素早めに落とすことによって、魚を追わせて追わせて、その時になんで 2.7g かっていうと、 2.7g だとこのテールがすごい気持ちよく動くから 2.7g なんですよね。ゲイリーの素材、まあすごい柔らかくはあるんですけども、ちょっと張りもあるので、これが例えば 1.8g とか 0.9g とかだと、その落ち込みの時にね、このね、テールの動きがちょっとね、足りないなーなんていうのが
あったりして、でそこで 2.7g 進化を使うことによって絶妙なこのフリーズしたりバタバタ動いたりまたフリーズしたりバタバタしたりね、絶妙な食わせのね自動的な間を作ってくれるっていうことで、そんな感じでちょっとねライトリグの中では重めの 2.7g を使うっていうね、こういうことなんですね。ああ3番使うとこんな感じでね、今回ね全部のサイズ買ってきていいなと思ったのがこれね、6番っていうサイズがあったりするんですよね。この6番とかすごいなと思って、小型でね細軸で、でもマス張りじゃなくてオフセット、これの6番、これなんかがちょっと気になって、これもね使ってみたいなと思ってね買ってみたんですけども、はい、これね6番サイズっていう超小型なねオフセットなんですけども、例えばこの今年出たねあのエンジンのライク 1.5 ね、もうマス張りで使うの前提みたいなサイズですけど、これ6番サイズであればなんだろう、この超小型 1.5 インチワームとかでもオフセットできちゃうんじゃないかなって、ね、はい、あーもうね改めて出してみるとね 1.5 インチこれどうしちゃったのっていうぐらい小さいんですけども、まあ、マス張りで使っとけよって思うんですが、この6番であればやっぱねオフセットで使いたい場面って結構あるんですよね。あの立ち木のちょっとしたキワキワ中とかに入れたりなんですかね、あのちっちゃいんだけどマス張りで使いたい、そういう時に使うんじゃないかなと。来ましたね、こんな感じね。悩みどころだった 1.5g ライクに合うような、ね、サイズまであるって、これね一番小さい6番でオフセットね。で、あーもちろん小型なんですけどもブラックバスとかにも多分引けに耐えられるような軸線は、ね、しっかり残しつつでオフセットだから、あちょっとしたねややこしいところにもこの小型のもう反則ワームとかね、エンジンのライク 1.5 とか入れられるんじゃないかな。こういうね6番サイズがあったりで、例えばこれね、4番今度ね、さっきこれ3番6番その間この4番サイズなんかがあれば、4番サイズ何使うかな、はい、こんな感じなんですけど、これね、ジャッカルの例えば RV バグとかこういったやつね、これねマス張りでね使うのがいいんだと思うんですけども、ただちょっとカバーっぽいところとかにも投げたいようなんて時にね、結構小型でオフセットでってね、いろいろね試してみてるんですが、これちょっと良さそうだな、はい、こんな感じ、おー4番サイズね、フッ素加工でアイセンターにキープできる特殊なギミックが搭載されていて、でちょっとしたショートバイトとかでもねオフセットでスパンって後ろにさせそうな、かなりセットバックしたねこういったオフセットセッティングの時なんかにもね使いやすそうな、4番サイズがあったりとか、この大きなね1番サイズとかね、これ1番なんかもね、あのこう1番2番が自分なんか使うこと多くなってくるんじゃないかなと思うんですけども、例えばそうですね、これカットテールの4インチね、これ4インチは結構この秋のシーズンとかもキャロで使ったりするんですけども、あちょうど良さそうですね、1番サイズであったらどうして、あちょうどこの1番サイズだと鉢巻きのところに、
はい、こんな感じでね、カットテールの4インチなんかにも使えそうな、例えば1番だったり、まあ 3.5 インチのね、こういったカットテールにはやっぱり1個下の2番がいいのかなとか、そんな感じで結構ライトリグのね、エイリー山本はじめね、こういう各ねライトリグ軍団とかに、あ、ここら辺の番っていいねっていう感じのちょうどいいね針のサイズなんかもね、たっぷり展開されているので、特にねこれから本当今ね派手な釣り、トカーントカーンって釣りでね、バイトがだいぶ遠くなってきております。なんかねすごいね、今一時的に季節の変わり目なのか、なかなかバイトがね得られないで、ね、いよいよライトリグに頼るシーズン到来かななんていうタイミングで、あ、やっと出てくれたってね、もう形はできてるんですよ、あとはパッケージだけ決まればね、もういつでも出せるんですみたいな感じで小森さんがおっしゃっていて、でもそうは言っても出ねえな出ねえなと思っていたら、こういう感じのねかっこいいパッケージになってですね、いよいよ市場に登場っていうことで、こんな色のパッケージですよ。まあね、結構最近セオライズシリーズがマカツのねあそこら辺大好きで、小さい番手もですね大きい番手も使っているんですけども、やっとねこのね小森さんのね針出たっていうことで、ライトリグはこれねしばらくいろいろね、まあっていうか多分この先ずっとになるかもしれないんですけど、試していこうかななんていう風に考えております。まあ待ちに待った針登場っていうことで、はい、まあ、いろいろねワームにもつけてみて、あ、これいいねっていう感じ、感触を得られたので、各ねライトリグワームねやってね、あ、ちょっとねトズラッパラとか行きたいな、こういうライトリグとかでね、あのね小バズとかいっぱいいますから、ね、もうメタクソにいっぱい釣りたいとかね、そんな気分の時やっぱりあるじゃないですか。そういう時にねこの針使ってみたいと思います。待ちに待った針、はい、というわけで、本日の釣りこう TV はですね、エンジンから登場の小森嗣彦プロ監修のオフセットフック LO フック、これをね全サイズ買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。